お願いします。ます。す曲の線ありますか。あ、はい。あ、もう始まってる。いや。はい。いやいや。ちょっと見て。 風強いなん勝利から、ね、これオッケーんかちょっと酸味なんておっも, <laughs> もうコンティニューコインをああそうもうコンティニューコインありがとうございますいまだにこのコンティニューコインのシステムは分からないんですけど30分で切れなくなるんですよね <laughs> 全部あそうなの <laughs> ああああとあと2コインください <laughs> これって有料なのコインって ポイントとかでもたまむ。そうですね。なんかその視聴者さだったりとかあとまあ課金もできますし。ええ。あ、もう延長できるって。あやった。すごい入れてますね。あすごめっちゃ入ってるさえ？アホアホみたいに。やめとけやめとみんな募金してくれてる。 アホみたいにア言う絶対言うのやめとき本当にもういらんよやこれねえこれあじゃあもう大丈夫ってこともう切れないってことですああすごいすいませんありがとうございますあもう一回入れて取ることってできないんあもうできないですあじゃあもう何言おうと思うどう悪口言ってももう30分はじゃあできるってことですよね

はいどうも、しんかですよろしくお願いします、はい、お願いします,お願いしますなんか最近風が強いですねあそうほんとに寒い風が強いせいで風が強くて寒い、うん、あなんかごめんな <laughs> えどういうことなんでお前が謝ってんのいやいや風が強くてだって今困ってるんでしょあー風が強くて困るねえだから申し訳ないなーと思ってなんでやが謝るべどういうこと いや、俺、風操れるわけ大丈夫かよ。急に何言い出してるじゃじゃ俺が風を吹かしてるわけ <laughs> お前が風吹かしてんのそうそうそう。俺、風吹かしたいときに吹かせるわけそうなのそ,そうそうそう。そんな能力あるのうん。ええ、すご毎年毎年、沖縄、アホみたいに台風来るだろう。確かにな、9月、夏は結構来るよな。うん、あれ、俺が読んでるわけあれ、やが読んでるわけ、うん、いやま、お前、呼ぶのもすごいとは思うけど、うん、たまに土日に呼ぶやしあれのどうにかしれ 平日に呼べ何,何がお前嫌だばどだろ土日に台風来たら学校も休みにならんしええ何よだから土日に台風が来ることによってああ小学生とか中学生とか高校生はがっかりするだろがっかりするよ大学生もがっかりするよお前俺はその小学生中学生高校生の困った顔が見たいば最低だろお前急に何言ってるばよなはあ？台風土日だばっていう反応に 俺はもう本当に、喜びを感じる。<laughs> やばいだろ <laughs> <laughs> このなんだろうこの幼児向け特撮の悪者みたいな感じなんだもそれそのそ,ういうその風景を見て俺はご飯食べてるからご飯食ってんのそれおかずに飯食ってんの進むよねやばいなこいつ橋が進むよね橋進めんなよいやだから俺学生の困った顔も見たいし <うん S 1> あと女子,子女子中高生のスカートの中も見たいから本当に終わってるなお前ガンガン風吹かしてやるガンガン風吹かしてやるじゃないよ変態したんだろ変態あ,あとさ何よ今度カツラの人の前で強風吹かそうな お前その人の怨念でハげれ。ブーテー進化の集まれ、ワッターシンカー。<music> イェイ、はしゃ、イェーシャープ、始まりましたね。いや<エ>、ついに。 ましたよ暇つぶしが暇つぶしの時間がきましたきましたよ皆さんのどうですか皆さんの暇つぶしにお付き合いしますあっちか何か俺らが付き合ってあげてるみたいクー食シン瞬の集まり終わった瞬間始まりました始まりましたお願いしますいやもう早くもねたくさんの人に今見てもらってるんですよ動画をツイキャスで配信してるんですけどそうですねペーターさんこんばんはユーミンさんこんばんは中田猫さんこんばんは山目さん こんばねコンティニューコインをありがとうございますね閲覧10人ってことでわああと1人でサッカーできますねああほんとだねそうですねいいねあと1人あと一人で始まりますねあと1人で始まりますねサッカー始まらないけどねいやでもあれですよでも11対11だから22人ああ27ほう11人になった1チームはね1チームできあがりましたあ減ったもういいよなんだこれ 誰だば今決勝もういいもういいから <laughs> いやまあ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 はいめててま,まあ月曜日ですけどまああのー、先週末ね、うん、あのー、いろんなライブとかあったねライブ三枚だったじゃないですか、うん、先週末もすごかったね土曜日もあの小沢笑い劇場がありましてね新年一発目のあのー、この小沢笑い劇場僕ら FEC は毎月ね月に一度こう沖縄市の小沢の,あの沖縄市民小劇場アシビナーで そうなんですよ行ってるじゃないですか、うん、で、あのー、毎月僕ら那覇の天物ではお笑い劇場っていう、あのー、定期公演を行ってるんですけど那覇でやってるねまあ小沢お笑い劇場はねこうあのお笑いだけじゃなくてそう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 いろいろバラエティーに富んだ小沢は芸能の街って呼ばれてる、ねねあのー、の地域のこう方々とかとこう一緒にコラボしたり、うん、すごいですねあとカラーズ っていうあのねあの女性タレントとかがたくさん所属してる、うん、え事務所からねこうあの毎月ゲストも来てこう歌やダンスをね披露してもらったりとか今回はそうそうね,ね今回はセクシーなねあの歌手歌手が <laughs> 今回はもうあの歌手歌手ということでそうだったねお笑いだけじゃなくて歌もとても楽しめたじゃないですかラップみたいなねえねえねえまあただいやいやそそれだけじゃないんですよ僕は あ,君はあの <laughs> だ今回、まあ、まあ毎月こういう感じで小沢お笑い劇場はこうお笑いとこう、ね、エンターテインメントのコラボでやってるじゃないですか今月の小沢お笑い劇場はあのー、小学校6年生のお笑いコンビがねゲストであのネタをやってくれたんですよそうなんだよねレジェンドっていうコンビが小学校6年生のコンビが小沢お,お笑い劇場で。 コントをやっててあの面白かったんですよ面白かったねこうんかやっぱり小学生ならではの独特なねこうマヤこのネタの中身とか頭なんか良かったねね面白かったですよねでこぼこトラベリングより頭いいはまあまあ間違いないですけど歴史のコントやってたから歴史のコント坂本龍馬の話をめっちゃしてたけどいやまあまあまあ思い出すなと あーまあみなっとは俺もあの頃俺もあんなだったなと思って、ね、ああそうだよね、うん、よくあのー、こうふざけてやったりとかしてたなてて、ね、僕はあの中1からお笑いやってるので中1からかまあ彼らよりかはちょいちょっとあの大人になってそうだねやってはいるんですけどまあでもあの中1の時の俺の方が面白かったですああやめとけ間違いなく <laughs> そういうこと言うのはやめとけ才能があるので俺は何 <laughs>、うん、てこと言えば レジェンドさん、レジェンドさんって言っていいですかね,どうですかねレジェンドさんなんか面白かったですよ、ね、いやでもね、なんかあの、こうこの、彼らの小学校の小学校でこう、お笑い事務所を彼らが作ったみたいなねお笑い事務所でしょ、<laughs> 小学校で面白いですよねすごいよねこのなんかこの、こうやっぱり子供ではあるけど、うん、この ね、芸人顔負けの発想力というかう俺より真剣にやってるよねえ <laughs> 本当に本当にあのすごいで終わった後も、うん、あのうちら団長の中澤さんがいるじゃないですかああいますね中澤さんにね、うん、あのこのレジェンドの2人は 2>、うん、勉強になりましたって <laughs> 言って可愛い,いめっちゃ可愛い,い挨,拶挨拶して帰ったらしくて可愛いいねうわすごいなと思ってはい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 ね 可愛かったいやいやもうなんかこういい感じでこう続けてくれたらいいなぁと、うん、思いましたね,ねなんかボケポジションみたいな子がはいはい自分の弟にちょっと似てたんです、うんはいはい、あー嘘あ嘘あそうですかすごいなんか入っちゃって感情があーああですねちょっと泣きましたね泣いたん <laughs> ですねあ嘘いや、はい、あれ弟だったんじゃないもしかしかて <laughs> 嘘弟だったの 高一だよ今ああういうかじゃあ <laughs> ちょっとあれですねそうです、ね、違うかもしれないですねはいまあ今日もこんな感じでまあトークしたりとかコーナーやったりとかしますのでしませんしするよ <laughs> いやいやするよお前しましょう誰が何と言おうとするよ <laughs> マジでやりましょうよこ,この後コーナーやるんだったらお前殺すって言われても俺やる <laughs> やるんですかすごいですじゃあ12個やりますんでーーいえや,いやみってやるんですか いいいやもう尺が足りなですすからお願いします、えー、あと50分間ですからやりましょうやりましょうねやいうコーナーやりますので皆さんぜひとも、はい、え最後までお付,お付き合いください<ら>よろしくお願いしますお願いしますでは CM いきましょう CM クーター進化の集まれ渡タた進化レジェンドはあのリハーサルでそうそうそう ネタを八分やってたんですよね。八分。そう、八分やってて、なんかあのー。前、あの、で、出るって決まった時に。二、うん、分で。そうそうそう。<laughs> あの、二分でネタ作ってねって言われたのに、リハーサルで八分やってね。で、あのー、先輩たちが。二分にしようかっつって。 そうそそううネタ見せが行われる楽屋でネタ見せがいやでも本当に自分たちの出番が来るまでずっと練習してたからね偉かった偉いなと思いましたよ本当にね僕らでもあんな練習しないじゃないですかしないよねいやでもあれぐらいでもやっぱちゃんと初心に変えるではないですけどねなんか大湾前ぐらいじゃない大湾前かな大湾グランプリの前日ぐらいやってたよねすごい入念にチェックしてたからねえら前です いやでもやらないとなと思いますよ僕らもうねしっかりね俺は3、2、1集まれ私んかーんえー今週で三回目となるえー、こちらの新コーナーまず最初に行きましょういけ俺たちの一週間 このコーナーはですね、あの僕ら週一でラジオやってるじゃないですか。週一でやってるね。こうラジオ終わった瞬間から、ラジオが始まる瞬間までの一週間の間で。こう、自分たちの身に起きた出来事を。こう、ニュース形式でお伝えしていくという。コーナーですね。コーナーでございますよ。さあ、じゃあ、どうしましょうか。どっちがやります。じゃんけんぽい。はい。じゃあ、俺は勝ったから。はい。後方で、ああ、オッケー、わかりました。じゃあ、先行は。 いいですか、荒垣勝利君。荒垣勝利君。一週間振り返りましょう。言っていいですか。お願いします。はいはいはい。荒垣勝利の一週間のニュースをお伝えいたします。はい。あ、すみません、あれ、消えましたね。あれ。<laughs> どういうこと。ちょ,ちょっと、なんか、ニュースが消えました。え。<laughs> え、どう、ちょっと。<laughs> あれ、今、スマホに保存してたんですけど。はい。ニュースが消えましたね。<え> <laughs> ちょっと待ってくださいね。そうでしょそうです。ちょっとニュースが、そうですね、消えましたね。保存されてないってこといや、保存はしてたんですけどね。はい。なんかニュースがですね、消えました。いや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 マジ、閲覧者減るから、お前。ありました。あったああ、よかったありました。閲覧者2人減りで。最低やお前。いきますよ。お願いします。ではまず最初のニュースです。はい。荒垣勝利氏、短期疑惑浮上。短期疑惑そうです。 荒垣勝利氏はアメリカのいとこにことわざを教えることになり、はい、短期は損期ということわざを教えていたところ、うん、いとこがうまく話すことができず、<う>それに対しぶち切れていた思いです。いいすな <laughs> このことについて、<う>荒垣勝利氏はこんなに自分が短期だとは思わなかった。<laughs> 損機だと語っていました自分に戒めてください <laughs> 続いてのニュースです、はい、荒木勝利氏じゃんけん最弱説、うん、テレビ番組にてじゃんけんで最初にパーを出せば、うん、60%の確率で勝てるということを知った荒木氏は<ー>弟にじゃんけんを挑みましたはい しかし、じゃんけんをする前に弟に対し、じゃんけんで最初にパーを出せば60%の確率で勝てるから、もうお前とじゃんけんしたら10回中6回勝てると言ってしまったために、すべ <laughs> て最初にチョキを出され全敗したと思ってした。ええー。バカじゃないですか。<laughs> このことに対して荒垣勝利氏はクソテレビがと語っていますええー。今しめてくださいよ、自分に。自己責任ですそうですね。はい、続いてのニュースです。荒垣勝利氏、月に届く。 テレビ番組にて紙を43回折ると月に届く暑さになるということを知った荒垣氏は A4 の紙を用いて挑戦したところ7回で終わったとのことでこのことについて荒垣氏はクソテレビがとってたいやいやなんだお前だよ全部これ俺が悪いかな全部お前だよあそうかなえこの紙ってどんな紙でもってことどんな紙でも回折れればそう じゃあ43回折れる紙ってことですよねだか,らもうだからでも相当超巨大な薄くて超巨大でじゃないとダメですよねなんかギネス記録でも17回ええトイレットペーパーでトイレットペーパー全部バーって出してどんな挑戦してるのかな,なそれ以前にこれは17回折れる18回折れる気がするんだけど俺 本当に7が限界だったな,な<ん> <laughs> いやええ4だからでしょいけなかったないけないよお前 <laughs> <港>じゃあいきましょうかじゃをはいえきましょう先週行われたスペイン語のオーラルテストで山城みなと氏が満点を取りましたおおやったさ例年行われていたオーラルテストの中では比較的難易度は高く 問題数も多かったとみられますが<お>スペイン語での質問に対し冷静かつ明確な受け答えをしたとされます <laughs> しかし山城氏はオーラルテストの2週前に受けた筆記テストで衝撃的な点数を叩き出し <laughs> オーラルテスト後担当の教員からあなたはあさってまた来てね悔し受けにと言われ絶望したとされます <laughs> そんなのがあったんだね続いてのニュースです <laughs> 運転中ギリギリを耐える 先日、山城みなと氏が大学への移動中、急な尿意に襲われましたが、耐えました。だもそれ。自宅から出発して約5分後に尿意に駆られ、はい、大学に行く途中、コンビニ等の店舗もございましたが、寄り道することなく大学にたどり着き、はい、大学で用を足した模様です <laughs> 寄り道していいだろ。別にいいだろ。どうしてコンビニにおらずに我慢して運転を続けたのかという記者の問いに対し、山城氏は、 道が空いていたから寄り道するのはもったいないと思ったバカじゃないのおかげで暴行はパンパンだったが <laughs> 結果オーライだったから良かったと発言しています続いてのニュースです <laughs> リベンジ達成リベンジ先日行われたスペイン語の筆記試験で <laughs> 低得点のため追試を余儀なくされた山城みなと氏がその追試で高得点を取り見事合格しましたおめでとう 前回の試験の点数の倍ほどの点数を叩き出したため山城氏は担当の教員から褒められると思っていましたが教員は今これだけ点数取れたんなら前のテストで努力すべきだった追試というシステムがなければ彼の単位はなかった一発勝負なら彼はただの敗者本物の勝者とは最初の戦いでも結果が残せる人のことだとの見解を示しました <laughs> その通りだけどね以上ニュースでした お疲れ様です波乱の一週間 <laughs> 暴行はよく分からんけどねいやもうテストも重なって <laughs>、うん、こうあのまあライブも週末にはあってみたいな中で、まああね、見事スペイン語はなんとか乗り越えましたとお疲れ様ですであと尿意ですよね <laughs> もうひすごかったんですよ <laughs> 尿意が多分人生最大の尿意だったんですよそんなにただでも普段混んでる時間帯なのに空いてたんですよ なるほどねだからやっぱりね、うん、時は金なりです <laughs> あ今トイレしたら混むかもって思ったってこと、ね、時は金なり精神でだからもう,そうなの我慢して。<laughs> いやでも何回かでもあれですよ諦めそうにはなりましたけどダメだだなビニール袋にやろうかな違う違う違う結構距離あるんで那覇から沖国はコンビニ行けっていやまあまあまあなんとかまあね結果論よかったな俺一回大学行く途中で港の車見たことあるよ嘘うん330から行ってる行ってる行ってる330ああ見た見た見たあホンにそう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 あの大体 10時前後に330は走ってますあ<ー>ああおもろ町からこう浦添のこう磯にかけて10時前後は走ってるんでそうなんだよかったら<つ>あ<の>これいつの話えと暴行の話暴行はでもこれ先週の何曜日かなは俺も先週の何曜日かに見たよ え嘘だからもしかしたら <laughs> ああでもあの我慢してる瞬間俺はちょっとさ痙攣してたわけよ体があまりの尿意でうん痙んしてたらまあそういうことですよ全くでも運転に集中できなかったですねいやできんでしょういやもう本当にただただスピードを出してますようわーお疲れ様ですキロらいいやばいだろ <laughs> レースじゃないんだから <laughs> いやほんとにねいやこう膀胱炎もういいよや <laughs> あのね膀胱炎になったことってある, <laughs> ある人いますああいるからな膀胱炎って何しっこ我慢しすぎてってことこれしっこ我慢しすぎてなるものなの膀胱炎っていやわからんわからんわかんないけどわかんないですかいいやわかんないでしょ <laughs> こ膀胱炎 <laughs> 膀胱炎ってちょっと怖いですよね怖いよねいやでも本当にこうならんかなと思うぐらい大変でしたよかトイレ行けたらいや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 いいてたからすいてたから時間時間はあったけど時間あったやし空いてたもんいてたもんや本当にね全然分からんいやまあこんな感じでね2人1週間また来週振り返りますので是非ともんかこうあのねユーストリーム ツイキャスをご覧になっている皆さんも1週間こんな出来事がありましたとかありましたらコメントくださいね、うん、あの紹介しますのでよろしくお願いします以上俺たちの1週間でしたどうも沖縄国際大学の山城湊ですどうも琉球大学の荒垣勝利ですクーター進化ですクーター進化の集まれワッター進化 はい。はい、えー、最初のコーナー終わりましたね。<laughs> 中田猫さん。中田猫さんがね、うんあの、昨日ですよね、だから。昨日のね。博物館、美術館、アートじゃなくてコントだよ、で、めっちゃトイレ我慢してました、と,と。ああ、そうなんだ。<laughs> なんか、嬉しいね。昨日ね、あの、うちの、<laughs> 来てたんですね。大先輩、あ,いはい、あのー、小初正光さんの。はいはいはい。 あのお笑いライブがまーちゃんさんでいいんじゃないでまーちゃんさんのねそっちの方が浸透してる「ラジダブでおなじみまーちゃんさんのライブがねあの沖縄県立博物館美術館でねっ講であったんですよあったねえええっとそこでまあ僕らはこうスタッフとしてねうん入りました入りました入りましたいやでも面白かったですね楽しかったね相変わらずこうまーちゃんさんらしい舞台というかこうなんかねうまくこう場所とテーマをね 設定してすごいなと思いましたなんか、うん、すごかったなんか一つの絵からコントを作り出すそうそうそうだからねからそれこそこう博物館美術館のこうテーマにしたね、うん、この一枚の絵からこう発想したコントをやるっていうねすごかった面白かったですねめっちゃ面白かったあのー、僕一番印象的だったのが、うんあのー、あれですね 映像コントですかあ、映像コントも面白かったんですけどやっぱりあのモナ・リザのコントをい一番最初にやってたじゃないですか全部面白かったんですけど、うん、あのどれが一番かって言われたら、まあ、こう落つ,つけがたいんですけど、うん、まあでもあのこうやっぱり一番最初一本目だからっていうのもあるのかもしれないんですけど一、はい、本目のこのモナ・リザのコントがね、うん、このあのモナ・リザの絵があって、うん、こう。 口だけマーちゃんさんみたいなた、ね、顔を出して口だけ、うん、モナ・リザの口だけ穴が開いてて、うん、マーちゃんさんの口出して、うん、モナリザが・モナリザになりきってマーちゃんさんが喋るみたいなあのなんか発想はあなんか面白いな面白かった、ね、こうなんかやっぱ「モナ・リザ」っていうね、うん、人俺たちとか一般人が思ってるこう、うん、モナ・リザの。 感性を見事裏切るような言動とかなんかねなんかさすがだなという面白かったですねあのうまくこう社会情勢をこう組み込んでこうねあの時事ネタもまーちゃんさんらしいですよ面白おかしく表現してたのでやっぱりすごいなと思いましたね尊敬でするねねうんいつかなんか一緒にコントとかできたらいいねやりたいですよねまあまあまあ まあでも勝利は最初、証明間違ってましたけどね。<laughs> 言,う言,う言うな、言うな、言うな、このモ「モナ・リザ」のコントの演出の <laughs>、えー、勝利が証明の担当だったんですけど、最初、証明間違ってましたから、ね、言うなって勝利は。言うなよ、<laughs> マッチャーさんにもばれてないはずだ、<laughs> <laughs> あれ何も言わなかった、<laughs> 何も言われてない、ちょっともう自分からすいませんでしたーって言ったけど。<laughs> <laughs> す <laughs> バレてなかったんだよね。あ、そうなんだ。うん<ー>。まあまあまあ。そうだよ、口だけしか出してないからね。そうそうそう。分かんないんだよ、ね、分からないんだよねあれあ。よかった、あっちで。<や> <laughs> <laughs> 間違えるなあそこでよかったいやいや、間違え、<laughs> あそこだけだったから特殊な演出。<笑><笑>それ以外全部一緒です、ね。<laughs> そうだよ、もう。<laughs> だから、<laughs> だからお前全部ミスったので一緒だから。<laughs> もはや違うだろう。ええ、そうだろう。なおじゃないですよ。いやいや音響がね、難しそうでしたね。ああ、僕はね、あのこう音出ししてたんですけど、うん、いやまあ楽しいなんかね、でもね、うん、あの音響を出すこうミキサーっていうか、だからあの今、うん、F.M. ギノワンね、こうラジオ。はい。 ミキサーで山崎さんやったりとか言ってたんですか僕らのこの今ねバックグラウンドミュージックを出してくれてるミキサーの山崎さんが扱ってるミキサーみたいなやつをねだから俺が昨日担当したんですけどあのねやっぱりこう一応かっこいいじゃないですかわか複雑な機械を何種類もある。 こうねこっちがマイクのつまみだとしてあのさみとあれなんですよ音響しながらリハーサルでうわ俺が音響やってるところめっちゃ誰かに見られたいよういやいやいや本当に、にや本当にねでも本当にいや俺自分で自分に寄ってたから本番中こう音やることやってこうコント見て 面白いなーって言いながらもあーもうそろそろ終わりだなっつってこうきじこう切り返してる自分みたいな <laughs> ですかさずパソコン操作してミキサーを上げ下げする俺みたいな <laughs> 酔ってたんだあれあれはね完全に寄ってた <laughs> 普段しないちょっと渋い渋めの顔でちょっとやってまたあー本当ンに、ええ、<laughs> いやーこうゆっくりフェードアウトさせる俺見てみたいな <laughs> <laughs> いやそう中田猫さん、おデブさんたちの隊長がね、出演者にノルウェースウェーデンのギボックスさ,さん、さんがね、とゴールドリードのキャン元氏が、元氏も出てましたね、3、ね、<laughs> 人ともデブでね、3人ともデブで、1 <laughs> 一人は病み上がりのデブで、<laughs> 2二人は本番中、呼吸がちょっと荒る <laughs> できなくなって、ね、アザラシのコントやってたんですけど、アザラシの花取るっていう。<laughs> ね <laughs> まままあまあ、まあアザラシである前にそそ <laughs> そうそうそう,そう彼らはデブですから <laughs> 苦しそうだったないやでもね面白かったですね本当にねよかったねいやーまあ本当にね、うん、だからその後、うん、こうあのー、マーチャンさんライブの同じ日に、うん、だから昨日ね夜は天ブスでああありましたね、あのー、うちの団長中田先輩と、はい、あのー、オリジンのヒープーさんヒープーさんとあとあのー すず先生お姉ダンサーのすず先生の3人でトークライブを行ってて、うん、これすごいメンツですよね,ねこのだか僕もねマジチョさんライブ終わりでこう行ったんですけど、うん、やっぱりねあの面白いトークたくさんしてましたね<ー>こうあの3人でしか聞けないこうトークというかああ<ー>いや面白かったですねどんなトークライブって本当に全部トークだけテーマとかもあると一応あそうテーマがあってお客さんに用意したテーマ メニュー表みたいな感じでテーマがあってお客さんに選んでもらってそれについて喋るみたいなまあ武勇伝だったり3人のあと生い立ちだったりとかああ面白そう聞きたいね中澤さんの武勇伝は若い時にこうテレビのロケで調子乗ってる C 社のディレクターを相当説教したっていう かっこいいなと。そうね、皆さんとかもね、憧れそうだななな。いやいや、でもこれあのツイキャスこれ延長って、これなんかどっか押した方がいいんですか。いや、もう何もしなくていいんですよ。いやでもこれ二十八分で今赤ウルトラマンみたいな感じなんで。大丈夫です。これ大丈夫なんですか。任してください。あ、赤いのはこれ。そうです。普通普通。そうです。あ、赤いんです。もう。あ、これ心配しないでいい。どうでもいいよや。大丈夫？なし。大丈夫ですよ。 大丈夫大丈夫続けるよじゃん続けましょうではじゃあここでですねはい一旦曲あいいですか曲行って、はい、また次のコーナー行きましょう、ね、次のコーナー行きましょうかで曲行きましょうはいよハイスタンダードでマイファーストキスはい曲ですねそうですねあのハ、ー、イアップローは はぁそうでした今月流す今月最後ですね今月も最後やっちまいましたねじゃあちょっとあのツイキャスねリュウジさんその気持ち分からんことはないってだからこうなんかねミキサーのってことですだからこう自分いやあるじゃないですか 今これやってる俺かっこいいみたいな分かる分かる分かる思うる間あるでしょあるよ誰にでもあると思うんですけど俺は完全に昨日の音響でしたやっぱあったんだずっと緊張していや見られたいなと思いましたねあとペーターさんがデブ3人で会場の床は大丈夫だったって聞いてますまあやっぱりあの県立ですからやっぱ丈夫に作られてましたよそうですねちょっとひび入ってたぐらいですよね いや、中田猫さんもこれ見てたら絶対惚れてたと思いますよ <laughs> ああ港にミキサーやってる姿見てたらだって俺わざわざ手をクロスさせて操作して意味分からんでしょだってこんなの手クロスさせる意味分から手クロスさせてフェーダー上げ下げしてまし <laughs> クロスさせることとかありませんすかあり <laughs> ないですよねリュウジさんもギターのチューニングしてるときは自分で自分のことしてるか チューニングもねこう、ミュージシャンのチューニングも結構ね、うん、あのいいですよね、渋いっすよね、うんいや、やっぱりね、そういう瞬間あるんですよ、でもあれですよ、俺は、チューニングは耳でできないんで、あ、うん、<laughs> <laughs> あのさ、ずっと英語を見てますね、<laughs> あのさ、だからさ、<laughs> はい、こうなんか、チューニングする機会があるさあります、あります、チューナーっていう、チューナーでやるのが一応、普通だと思うんだけど。はい 耳で普通のアーティストきるできるできる大体の人できるんじゃない奥畳をでもつけるよあでもそれはやっぱちゃんと綺麗にやるときじゃないか分からないけどね高校の音楽の先生は耳だけでやってたうあなんか面倒くさいときはへえいや何か全然分からない分からないけど全然分からないすごいっすねあ ありがとうございますあみやとドラムできますまあ俺ドラムねはい。まあでも素人にほんとに産毛が生えった程度ですからドラムは僕もそれぐらいできたらできますちょっとベースを始めようと思ってますあベースいいさベースをいいねあ、本気であ本気な感じではあちょっとお金にお金の使い方に関してちょっと次のコーナーでちょっと話したいなと思ってるそうだねお金の使い方お金ですね キイチさんですまあでも喜一さんぐらいだったらいけると思うんだけどねちょっとリーク何ってうか分からない <laughs> ベースは俺のポジションだろうって全然意味が分からないんちょっと分からないですねベース弾けるのリーク結てかリークって今何やってんのリーククーター進化の集まれリークーター進化リークって誰 <laughs> っ,ていうっていうかリークって誰なんだろう ていうか、リークーって誰なのってベースやる人はエロいって本当ですかエロいよそうなのベースやろうとしてる俺はものすごくエロいです変態よね変態です女子高生のスカートをめくるためにまあー一さんがー一さんがド変態なのであながち間違いまあまあまあド変態っていうか頭がおかしいですけど喜さんはねうんしょうがないです会話がないでですすからねそう基本 急に一発ギャグ始めますからねそうですよねえこの CM 明けでコーナー行きますのでコーナーじゃあクビはい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 は 終わった瞬間続いてのコーナーは「俺たちは大きくなった」はいこの,コーナーこのコーナーは二十歳になった2人が大人になったなと感じるエピソードを語るコーナーですはい、はいうん、そうですね自分がねエピソード、うん、大人になったエピソードをね、はい、皆さんもあればねお待ちしてます、うん、まあまあ、まあ、大人だなとはいはい 思った瞬間ですよ3月に4万円出費することが決まりましたねはい、はい、え、はいこれはもしかしてちょっとねこれあの,ー、あの結構衝撃を受けるかもしれないですけど筋肉マン消しゴムなんてガムガムガムで筋消しって <laughs> そんな高いの高いです今はレアなんですよすごく。 肉ン消しは買わないですけど <laughs> 違うですねはい何ですかはいいやいやあのーはい、3月にニンテンドースイッチっていう新たなゲームが発売されるんですえそうなの、はい、何それスイッチニンテンドースイッチっていうははは、まあ、このデバイスが約3万円お<う>そして同時発売の、えー、新作ソフト <laughs> 『ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド』が約7000円はあ<ー>、えー、計4万円出費することがもう決まりまして、ね、決まったんだ、はい、もう僕この4万あの封筒に入れておいてますよ、ね、<laughs> すごい用意周到ですねいやだからこれ何が言いたいかっていうと、まあ、大幅な出費、まあ、4万の出費もまあ十分十二分に大人だと思うんですけど、うん、いやゲームもいつでも自分の意思で買えるようになったっていうのはおれしないなと。 あのまあまあまあやっぱりちびの時って誕生日だとかクリスマスだとかであのサンタさんとかにお願いするしかなかったじゃないですかそう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 いやもう今はもう本当にねだ俺この後帰ってゲオに行ってもゲーム買いますからね <laughs> <あ>今や今やですかはい今や <laughs> これはちょっと聞きたいんでに大人のやつは関係ないですけど、うん、スイッチはどんな機能なんですかあのです、ね、全くわからないです へえ <laughs> <laughs> 分かんないんだでもなんかさ、うん、本当にわからやすわからないんだえ<お>そうなんだ俺それこれ n t e n d o s w i 俺ゼルダの伝説が好きで好きだよねそのいいゼルダの伝説の新作が面白そうだったから、うん、それがまあこの機種で新しい機種で出るっていうから俺この機種の、うん、このプレゼン動画っていうのを俺全然見てなくて。<laughs>

今あれなんですけど塾の先生をやってるんですけどもそうですよねそうそうそうこの生徒たちがですねいよいよ受験ということでああもうそうですよねそうなんですよだってもう気づいたら1月終わりますよそうだよもう受験です受験シーズンとでも大学のテスト期間が重なってるんでああそっかもう多分うちの塾の生徒はみんな落ちます最低だな最低だないや最低だな 俺が単位を落とさないためにあいつらを落としますいや最低だな <laughs> お前人生奪ってるのと一緒だから <laughs> 本当にねちょっとこの時期はプレッシャー感じるね,ね苦しいですよねまあでもあの言ってもまあ今週来週でしょそうああテストですか、うん、はいはい、はい、だからもうだらそうですよねもうテスト期間が終わってまた追い込みですよね3月そうです そうですねいや大変ですよね処理先生モテモテですねモテてんのいつでも俺は彼女作れますえええ中学生のお前あれだからすごいです某大物お笑い芸人これでちょっと今謹慎してるホンにそうなんだくれぐれも気をつけてるそうだね俺めちゃイケみたいなことやりたくないからさお前にあのだから去年のバレンタインですよはい あ去年の去年のバレンタイン、うん、死にもらいましたよ。ええー。中学の生徒、まあ、義理だと思うんですけどね。いや、そりゃそうだろ。う。<laughs> そりゃそうだろ。う。義理なのかな先生に本気で <laughs>。いやいや、義理で,でいいよ。俺は義理全然オッケーなんですけど。いやいや、いいよ。何様やんば。<laughs> 何様だばやん。<laughs> いやまあでもうやましいですねそういうのねそうそうそうそれいや義理でも嬉しいだろそう中学生といえどねねチョコもらえるのは嬉しいよはいはい俺はまあ俺もでもまあもらいましたよおん。誰からえっとおばあちゃんでしょおばあちゃんでしょ身内やし。えしお母さんでしょ内やしょえっといとこでしょ身内やし結構もらいました身内やしまあまあまあそうですか あとはまたちょっと話戻るんですけど俺、前も話したかな俺たちが、まあ、生まれて物心ついた時期に出たゲーム、うん、ゲーム機、うん、あの任天堂 d s とかで多分、小学生の時に出て。うん w ーとかも小学校高学年の時に出た覚えがあるんですけどうあのそういったあのゲーム機たちがどんどん生産停止してきてるんですよ。<ー>中古でしか手に入らないってだから俺たちの世代でいう,だからこうファミコンとかスーパーファミコンとかって、まあ、お父さん世代とか中古でしか手に入らないじゃないですかそうだよね。だか もう今や中古でしか手に入らなくなってるんですよそっかそっかこれはちょっと大人になったなって思いましたね <laughs> そうだねこういうところなんかカルチャー的になんかああそう,、ね、あーそうもうそんな俺ももうそんな時期かとそっかそうだねいやー <laughs> もう時代は <laughs> 時代は進むなと思いますよね進みますね,ね <laughs> 時代進むねあとベタなところでいうとだからガラケーからスマホに変わった時とかねだからね でもみんなが、うん、そうですよ俺、E メールがですね中学校の時まで C メールしかできなくてそうだよなお前そう俺をいまだに覚えてるんだけど、うん、中学校2年生の時にさ、うんあのー、季節外れのインフルエンザにかかったわけ <laughs> 多分、<laughs> 中学校の中で俺だけがインフルエンザだった時期が中年の時あるんだけど、うんあのー、だから、めったに来ない C メールが。 俺の携帯になってさ誰かなと思ったらお前からで大丈夫か早くよくなれよってお前から C メールでいやいやいやありがたかったんだけど C メールかよと思っていやいやごめんごめんっつって。 ごめんごめんあの「E メールアドレス教えるよ」って送ったらそうそうそういや俺 E メール機能ないから来てそうなんですよね C メール高校入れたら E メール使えるようにしてあげるって言われてて高校入って E メール使ったらみんな LINE するさねえだそうなんだよ俺もちょっとあれなのよ乗り遅れ世代だわけあっそうなんだ周りは LINE でも俺はガラケーだったわけさあ なるほどね、途中から俺一応帰ったんだけどだねクラス会やったんだとかね今やだからこうさだから <laughs>、ま、これさ話がちょっとまたら膨らむんだけど<ー>こうあの「E メールアドレスを女の子に聞くドキドキじゃないさ今そうそれ女の子に LINE を聞くドキドキなんでしょ今これなんだこれねっていう,いうねいやーこうだから昔はこう女の子に電話番号を聞くドキドキから E メールアドレスを聞くドキドキに変わって、ね、今や LINE を聞くドキドキになってますからはあこれ LINE を超える次はもう何なんすかね何なんすかね耳たぶとかですか <laughs> 全然意味が分からない <laughs> だわ耳たぶとかなんすかね意耳分かんないですか <laughs> いや分からんだろう<笑><笑>ちょっと不満そうだもん <laughs> えー、リュウジュさんはいよ携帯電話がカラー画面になった時の衝撃ったらもうすごかった 白黒だったんだやっぱりえんかそんな時期もいや全くわからないですね僕らになるとそうなんだねテレビもだって白黒だったもんねでもねそうだよねいや本当時代は進むなとそうだねこの話だけでいけるな2時間はいくらむないやもうちょっと時間きましたのではいはいはい締めていますはいいお願しますというわけで以上「俺たちは大きくなった」でした お前、顔濃ゆいな。はいや、もう濃いだろのの。あいつも顔濃ゆいな。あいつだ。あいつも顔濃ゆい。集まれ。終わった、ー進化。<laughs> はい、というわけでですね。最後のコーナー行きたいと思います。最後のコーナーは。これでお前も好きになる。はい、このコーナーはですね。えー、相方が。 もう片方の相方に自分の好きなものをプレゼンする、うん、熱くプレゼンする、といいうコーーナでございますちょっとね、まあ今日はですね、まあ、今、僕、しばらくバンドについてプレゼンしてたんですけど、て今日はちょっとがらりと変えてはいよあの、プロレスラーを<お>プレゼンしたいと思います。いいね、えー、今日僕がプレゼンするレスラーは、<う>秋山純選手ですね。秋山純はい 現在、全日本プロレスという団体の社長兼レスラーなんですけど、秋山純選手について気持ち悪の人ですかそれは、秋ですそれは FEC の秋のり、秋山純ですね、秋山純ですね、秋山純選手はデビューしたのが1992年。 で今年キャリア25年なんですねああもうそっかで<う>年齢が47歳なんですけど秋山純選手はですね、うん、あの学生時代レスリング部に所属して、うん、あの大学時代もこうあのレスリングやってたんですけど、うんまあ、プロレスラーになる気は全くなかったらしいんですあなかったんだであのこうまあ普通の学生今の、まあ、就活とかするじゃないですかはいはいはい 社会人になってもまあ趣味でレスリングできたらなと思ってたらしくてある会社の内定も決まってたらしいんですよ。おもう決まってたんだでそんな中ですね、うん、あのバスに乗った時に、うん、こうバスのつり革を持って疲れ果ててるサラリーマンを見て、うんあのー、無理だってっで, <laughs> でプロレスラーになる決意を。<laughs> えそんな決意とかあるんだ固めたらしいんですよで当時通ってた大学のレスリング部のコーチのつてで、あのー、当時全日本プロレス社長のジャイアント馬場さんおお有名人じゃないですかと面会して、うん、晴れて全日本プロレスに入団するんですよへえ<ー>、はい、秋山純選手、うん、あのこれすごいんですよ、うん 異例なんですけど新人の入団会見が行われたんですね新人の入団会見って行われる行われるものじゃないんですああ普通はプロレスリング初心者の新人なのにも関わらず入団会見ああなるほどああそうなるほどねでそれほどやっぱり期待されてたんですよ例えばで FEC に若手が入ってそうそうそうこれがんかいきなりメディアで流れるああなるほどねだれ入団みたいなはいはいいやだから例えばねこう ない話ですけど、うん、あのオリジンから小刻みインディアンさんがさ FEC に入ったらそれはなんかもう、うん、すごいことになるじゃないですか違うなちょっと間違えたなちょっと間違えてますこれはすません間違えてみたいですお笑い芸人じゃなくて <laughs> 例えばね、沖縄だったら何がいいのかな何がいいですかまあミュージシャン。オレンジレンジが FEC に入ってお笑いやりますって <laughs> <う>なったら、まあ、それは会見せざるを得ないです。だから、例えばだから当時も相撲界から辞めてプロレスラーに転身した。 人は、うん、新人扱いだけけど会見が行わわれたわけよ<ー>例えば天竜源一郎ははい、はい有名です、ね、こダミ声で<ー>今や有名ですけどあの隔離期だったからもともと相撲戦相撲,そうう相撲さんだったからねへえ<ー>、まあ、プロレスになってあそれでただでもレスプロレスリング初心者のこの秋山は、うん、こう新人なのに入団会見というそれほどやっぱり期待されてたらしいんです期待ね。でデビュー戦もこれデビュー戦からいきなり あのセミファイナルのシングルマッチというあこれも異例だから一番最後のメインイベントの試合があるでしょその1個前でシングルマッチすごいすごいで大概の新人は絶対ボロ負けするのにまさかの前線を行った末赤敗っていうデビューを飾るんですよ負けはしたもののまあデビュー戦の相手はですねあの秋山純の 秋山純選手の兄貴分ともいえるあの小橋健太選手っていうあ俺知ってますよその人、あのー、いやあのー、<前>小橋健太選手もものすごいレスラーなんですよ、うん、絶対王者と呼ばれてたのへえ<ー>ものすごい強いこう小橋健太選手とデビュー戦で対等に渡り合った末惜敗すごい衝撃のデビューでデビューから3年で早くもタイトルを獲得するんですよねタッグベルトの <laughs> すごっ タッグベルト栄冠するんですよだからこれもすごいこと世界チャンピオンになるみたいな感じお笑い始めて3年目で大腕取るみたいなああ早っすごいでしょ早いま僕は FEC 入団してはい3か月で大腕取りましたそうですか秋山よりすごいですねまあまあ秋山選手ねちょっと申し訳ないですけどいやただねいやただでも秋山よりすごい3年でタッグタイトルって

田上明っていう4人のプロレスラーがいたんですけど、うん、この4人のレスラーが繰り広げる試合があまりにも過激ですごいものだったはあ、はああああね投げ技とか派手ですからねで本気で立てなくなるまで戦うプロレスああ<ー>だから、まあ、当時全日本プロレス、まあ、今でもそうですけど全日本プロレスで一番強い、えー、し印ヘビー級のベルトが三冠ヘビー級のベルトっていうんですけどはい、はい、三冠のベルト この三冠戦で、こう四天王が戦うでしょ普通勝ったら、勝利者インタビューって言って、ベルトを持って、アナウンサーがインタビューするんですけど、うん、インタビューもできないぐらいあ<ー>。あもうね、ダメージが。それほど過激なものを、この試合を繰り広げてたんですよ。<ー>で、四天王はみんな80年代のデビューなんですね。はいはいはい。その四天王に混ざって、秋山選手は、五強って呼ばれてたんです。はすごいね。 もうデビュー10年満たない間で <laughs> へえ四天王じゃないなご経だなああもうあ、もう何肩並べたってことそうホントにそんな感じだへえ<ー>そうそうそうマジでそういうことなんです <laughs> <い>で <laughs> まあまあまあ、秋山選手は、あの、2000年に、全日本プロレスを退団して、プロレスリングノアという団体に移籍するんですけど、2000年にですね。で、2001年にそのプロレスリングノアの GHC ヘビー級、まあ全日本でいう、あの、三冠ヘビー級のベルトを、初めて2001年、こう、シングルのベルトを初めて栄冠するんですね。デビュー8年にして、ようやくシングルのベルトあの、まあ、5強っ とは言われてましたけど全日本時代は四天王に勝つこともあったけどああただ、大事なこのベルトがかかった試合では負けてたんですあらららでも2001年年間のシングルのベルト初栄冠します。ついにで、これすごいんですよ、うん、あの普通、プロレスってあのまあいろんな団体があるでしょ、うん、団体の中で戦うんですよ。 全日本は全日本の中、ノアはノアの中、新日本プロレスも、あのアントニオ猪木が立ち上げたこの新日本プロレスも新日本プロレス、まあ、僕らもお笑い劇場、FEC の中でのあれも戦いじゃないですか。なるほどねんですけど、秋山選手、うん、新日本プロレスに殴り込んでえ、えー、今でも言われている新日本プロレス最大の大会、えー、東京ドーム、うん、東京ドーム大会で、 n o a の GHC のヘビー級のベルトをかけた、えー、試合が、うん、まあ団体の垣根を越えて、新日本プロレスの、えー、東京ドーム大会のメインイベントで行われるんです。はーあなるほどね挑戦者は n o a アじゃなくて、うん、まあ新日本プロレスの選手だったんですけど、なるほどねそれぐらいあのこう団体の外でも活躍し始めるんですね。 ね、で外でもしっかりこう見せるっていう<ー>だこれも異例なんですよ外のだから新日本は IWGP ヘビーっていうベルトが <laughs> いすごい一番なんですけどちょっとすごいね IWGP ヘビーのベルトをかけた試合をするんじゃなくて n o a のベルトをかけた試合を新日本プロレスの大会のメインイベントなんですよああわかった OKOK、OK OK 分かりましで、秋山選手はこれ見事防衛するっていう、<ー>これもすごいんですよ。で、まあまあまあ、ねまあ、このままもう強いまま選手街道を突っ走りますよ、秋山選手。で、2011年には古巣全日本プロレスに参戦して、ノアの選手のまま、うんあの、全日本プロレスに、あ<ー>だから自分がデビューした場所ですよ、全日本プロレスの試合に出て、うん 三冠ヘビー級のベルトに挑戦するんですあ<ー>十数年ぶりにで見事2011年、えー、自分が若い時に取れなかった三冠ヘビー級のベルトを見事ダッシュするんですね、えー、見事2011年にすごいなで2012年まで1年間約保持して防衛してたんですけど、うん、2012年の、えー、全日本プロレスと新日本プロレス旗揚げ40周年記念のイベントがあってああ FEC FEC <laughs> <laughs> 全日本プロレスと新日本プロレスだからジャイアント馬場が作った全日本プロレスとアントニオ猪木が作った新日本プロレス同じ年だったんですよ旗揚げが一緒にやった日がはい1972年に旗揚げしたのでその40周年記念の大会で全日本プロレスの選手と新日本の選手が入り乱れる大会があってでそこであのトリプルメインイベントがあって まあ、メインが3つなんですよ、だから。はい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 。なるほどねま、で、1あの、あ、2つだね。2つメインがあって、1つはだから、全日本の三冠ヘビー級のタイトルマッチ。はい。で、もう1つは新日本の IWGP ヘビーのタイトルマッチあ。なるほど、タイトルマッチをね。またこれもね、ドラマチックなんですよ。<laughs> ペンをトントンするな、ペンを。まず、秋山選手、うん、まあ、当時の、このこの時40周年の時プロレスリングノア所属の選手なんです。はいはいはい。 ノアの選手だけど全日本の一番のベルトを持ってるからノアの選手としてこの40周年記念イベントに出場するわけですよあーなんかすごいでもデビューは全日本じゃないですか、うん、こう自分がデビューした団体の記念の大会に別の団体だけどこうそこの団体のトップのベルトを持ってるからノアから一人で出場して見事防衛果たしますで防衛後のインタビューなんですけどうん やっぱり自分が昔いた団体のこう記念のイベントだから、うん、まあベルトも持ってるしそう、なんかこう全日本への思いの丈を語るのかな<ー>と思いきやなんですけど、ねね、まあ今日、全日本、新日本の大会ですけど、うん、そんなのは関係ないですと<う>僕はノアの秋山潤としてきました三沢光晴の作った、えー、プロレスリングノアの秋山潤として<う>僕はこのリングに立ちましたと。 これはね、僕ね、号泣しましたね。<laughs> 泣いたんだ。いや、まあ、だ三沢三つわるも、もともと全日本なんですけど、うん、あのー、2000年に全日本プロレス大量離脱事件が起きたんですよね。うん、ああ、みんな抜けちゃった。そう、三沢を筆頭に、ほとんどの選手が、うん、 全日本を抜けてプロレスリングノアに三沢光春が立ち上げた団体に移籍してそこから何、まあ、とかでも全日本もね、うん、まあ苦しい時期があったけどこう乗り越えて武藤、はい、とかねあ<ー>全日本プロレスなんですけどそこにだから昔の自分にこだわるんじゃなくて、うん、違いますと,違いますとジャイアント馬場さんあの僕の師匠であるジャイアント馬場さんの、えー、団体の40周年、うんうん そこで僕が今三冠のベルトを持ってるのはとっても感慨深いですけどあの僕はでも今は三沢ミスワルが作ったノアの秋山淳ですからはあいやこれかっこいいねだからある意味でもこれそうだよね旗揚げでねだって全日本新日本40周年でこの発言はとっても KY な,、うん、なんですけど、うん、でも昔のこの歴史を知ってる人からしたらこんなにいい このインタビューないんですよこれはちょっとかっこいいなとなるほどねでまあその後に2013年秋山選手はプロレスリングノアをでも退団するんですよやめちゃう退団してまた全日本プロレスに戻るんですよ戻ったで今秋山選手47歳はいいい年ですよ、うん、そろそろ自分との体との相談で、うん、でも自分の選手生命を終えるならデビューした全日本で終わらせたいって言って、うん、全日本に戻って今社長として今頑張ってるへえ 選手も務めながら <laughs> すごいねあのね YouTube に秋山のこのあのすごい技技,技集い、ね、特集とかあるから,あらちょっと見てみて、うん、ちょっと見てみよう、ね、あのねえぐいです <laughs> プロレス痛そうなんだよねスターネス・ダスト・アルファえぐいですからスターネス・ダスト・アルファって技はいあ。<laughs> 見てみます,、はい、すみませんどうですか、秋山選手。いやー、もうかっこいいじゃないですか。ね、ちょっと技見てみて。見てみてください、そうですよね。すよねもしかしたらハマるかも。いや、ハマると思う <laughs> すごいから、本当に。はい、というわけで、以上、はい、これでお前も好きになるでした。はい。 えー、終わりますあと15秒時間 <laughs> <laughs> プロレスの話しすぎましたねちょっといやでも皆さん来週もよろしくお願いしますお願いします、えー、以上クーター進化の、えー、<laughs> 集まり終わった進化でしたバイバーイありがとうございました <laughs> ありがとうございました,あり,ましたありがとうございます,ーーす、えー、綾野さん <laughs> ユミンさん、中田子さん見てみてくださいね。はリュウジさんもありがとうございます。ビビリな社会人さんもありがとうございます。ペーターさんもね、ありがとうございます。えー、リクはいいか。リクは何もしてないし。してえっと、ヤマメさんもね、コンチニューコーヒどうもありがとうございました。来週もやりますので、皆さんぜひとも聴いてください。お願いします。